チャールズ・ポメロイ・ストーンは、アメリカ陸軍の職業軍人、土木騎士及び測量士である。米国戦争で功績を上げて二度目栄誉昇進を果たした。一旦除隊し、メキシコ政府のために測量を行った後で、南北戦争の時は北軍に復帰して戦った。ストーンは北軍に最初に志願して入隊したものとされており、戦中は将軍を務め、 1861年10月のウールズブラフの戦いに参戦したことで知られている。この敗戦の責任を問われて逮捕され、6ヶ月間、収監されたが、これは政治的な理由が大きかった。裁判を受けることがなく、釈放後も南北戦争の間は、再度重要な指揮官職を受けることがなかった。ストーンは、その後エジプト軍の将軍として再度目立った働きを、した。 また自由の女神像の基礎を建設した時の役割でも知られている。ストーンは1824年にマサチューセッツ州グリーンフィールドで町医者アルフェウス・フレッチャー・ストーンとその妻ファニー・クッシングの息子として生まれた。1841年にウェストポイントの陸軍士官学校に入学し、4年後に41人の同期中7番目の成績で卒業した。 1845年7月1日に平坦部名誉商位に任官された。ストーンはウェストポイントに泊まり、1845年8月28日から1846年1月13日まで助教授を務め、地理学、歴史及び倫理学を教えた。その後1846年の間に平坦士官補としてニューヨーク州のウォーターブリーート武器庫に駐屯し、 また、バージニア州オールドポイントコンフォートの問答要塞で勤務した。そこにいる間に武器庫管理を務め、後にメキシコとの戦争で上官になったベンジャミン・フーガー大尉の助手を務めた。ストーンは、米国戦争では、ウィンフィールド・スコット少将の軍隊で戦い、1847年3月3日に、少尉に昇進した。3月9日から29日にかけて、 ベラクルス包囲戦がウイジンであり、5月14日のアマゾーク近くでの小戦闘、8月19日から20日にかけてのコントレラスの戦いと続いた。9月8日の森のデルレーの戦いでは目立った、働きをして、この戦闘での勇敢で賞賛に値する働きに対して当日、付けで注意に名誉昇進した。ポポカテペトル山、ストーンが1847年にその山頂に、 登った1847年9月13日、ストーンはジャプルテペクの戦いに参戦し、その日の行動で名誉大尉に指名された。さらに9月15日までメキシコシティの戦いに参加し、火山のポポカテペトル山を反対に加わり、その頂上にアメリカ国旗を掲げることに成功した。メキシコとの戦争が終わった後、ストーンは1848年に、 ウォーターブリート武器庫に戻り、再度兵坦士官補に就いた。その後アメリカ陸軍から休暇を認められ、ヨーロッパに渡って2年間、各国軍隊の軍隊演習を研究した。1850年に短期間ウォーターブリートでの任務に戻り、1851年には、モンロー要塞武器庫の指揮を任せられた。その年、遅く、太平洋方面軍兵坦部長に指名されて、 この職を1855年まで務め、またその年には、カリフォルニア州のベニシア武器古建設を始めた。この期間の1853年2月26日付で、大尉に昇進した。1853年にはまた、エスター・フィリップソンとロバート・エメット・クラリー中尉の娘、マリア・ルイザ・クラリーと結婚した。クラリー中尉は、ウェストポイントで、ジェファーソン・デイビスの同級生だった。 ストーン夫妻には一人娘、ヘッティが生まれた。1856年11月17日、ストーンは家族のために給与が不十分だとしてアメリカ陸軍を除退した。1856年にサンフランシスコで短期間銀行家となったが、翌年、資金を持ち逃げされたために銀行が潰れた。ストーンはメキシコに戻り、様々な政府の仕事をした。 1857年から1860年には、メキシコのソノラ州で測量を行い、1858年から1860年は、カリフォルニア州の海岸地域を測量した。1858年から1859年は、また、ソノラ州の中心都市グアイマスで、領事代行を務めた。1860年、ストーンは家族と共にアメリカに戻り、 ワシントン DC に今日構えた。1861年、ソノラ州に関するノートと題する測量成果を出版した。アメリカ合衆国からの脱退騒動が起こった時、ストーンはワシントンにいて、ソノラ州に関する報告書を書いていた。元の指揮官、ウィンフィールド・スコットと会食した後で、ストーンは1861年1月1日付で大佐として、 コロンビア特別区民兵隊の監察長官になることを求め、南北戦争前に北軍に招集された最初の志願士官ということになった。その役職にあって、次期大統領、エイブラハム・リンカーン着任のために首都を警備し、新しい大統領の就任警護を自ら指揮した。ストーンは5月14日に第14アメリカ不評連隊の大佐に指名され、 その年の8月には5月17日付で北軍の順将に昇進した。6月から7月にかけての第一次ブルランの戦いの作戦でロバート・パターソン少将の死難道軍で一個旅団を指揮した。その秋にはポトマック川上流の浅瀬を警護する一個師団を指揮した。ストーンは与えられた命令を実行し、規律を維持する中で出身州のジョン・アルビオン・アンドリュー知事や、 マサチューセッツ終戦室の古参上院議員、チャールズ・サムラーの注意と怒りを集めることになった。この二人はどちらも強力で影響力ある、旧新派共和党の政治家だった。9月遅くに、ストーンは兵士たちに、金号における、夕食重僕たちに不服重を先導したり、奨励したりしないことを要求する、一般命令を発した。二人の逃亡奴隷が、 部隊の守っている前線に入ってきたとき、ストーン指揮下の一個連隊、第20マサチューセッツ不評連隊がすぐに彼らを捕まえ所有者に返却した。このことは、ストーンの命令にも、連邦法やメリーランド州法にも従ってなされた。しかし、第20マサチューセッツ不評連隊の多くの者は、奴隷制度廃止論者であり、逃亡奴隷を奴隷の身分に戻すというストーンの主張を無視し、 奴隷の家族やその代表者に事件のことを手紙で知らせた。アンドリュー知事はこの手紙をストーンに渡した連帯の大佐を強く叱責した。ストーンはそれを読んだ後で返信し、その内容は軍事歴史家ブルース・キャットンが要約したところでは次のようなものだった。この連帯は今アメリカ合衆国に仕えており、知事は連帯の規律に口出しはできない。 若い中尉や大佐は言われたことを適切に処置しており、いかなる知事の出席にも従うことはない。知事は今後、手を控えていただくことを、お願いする。さらに加熱した手紙がアンドリューとストーンの間に、交わされ、アンドリューはサムナーを巻き込み、サムナーはすぐにまた強くアメリカが州国上院の場で、ストーンを避難した。これに対するストーンの文書による反応では、 ほとんど上院議員に決闘を申し込んでいるかのような激しい言葉で綴られており、事態をさらに悪くした。ストーンがこれら二人を邪剣に扱ったことは近い、将来に災いを生むことになった。詳細は、ボールズブラフの戦いを、参照1861年10月20日、ストーンはジョージ・マクレラン少将からポトマック川を渡って、偵察を行い、バージニア州リーズバーグにおける、 南軍の動向を報告するよう命じられた。マクレランはまたこの行動が前日にドレーンズビルに向けて動いたジョージ・ A マッコール巡将の師団の動きと組み合わされて戦闘が起こることなしにその地域から南軍撤退を促すことを期待した。この状況に関し、マッコール将軍は昨日ドレーンズビルを占領し、現在そこにいる。そちらから今日あらゆる方向に。 威力偵察を行われたし、将軍はあなたがリーズバーグを十分に見張り続ければその動きで敵を追い出す効果があることを期待している。おそらくはあなたの部隊が簡単な自儀行動を行うことで敵を動かすことになるだろう。この命令を受けたストーンは必要な時には近くのマッコール軍から支援を得られると考えた。ストーンが知らなかったことは マクレランが10月21日には、マッコール軍がラングレーの以前の陣地に戻るように命じていたことで、あり、ストーン部隊の支援を難しくしていたことだった。ストーン師団は約1万名の勢力であり、リーズバーグからは約8マイルのメリーランド州、プールズビル周辺に駐屯しており、部隊の一部をポトマック川岸に点在させていた。ストーンは、砲兵隊を、 ポトマック川沿いのエドワード渡し場に移動させ、南軍が守る対岸の森に砲撃できるようにした。ストーンは次に3隻の小さな船で、第1ミネソタ不評連隊の約100名を対岸に送り、彼らは何事もなくすぐに戻ってきた。日没近くなって、ストーンは第15マサチューセッツ不評連隊から20名の小偵察隊を派遣し、リーズバーグ方面を探らせ、 北軍の動きで期待する効果があったかを見極めようとした。川中にあるハリソン島から溶かした。この部隊は、ボールズブラフをよじ登り、内陸1マイル足らずに少なくとも30名の南軍病が宿営していると信じた者に遭遇した。偵察隊は、ハリソン島に午後10時頃に戻り、エドワード渡し場にいるストーンに伝令を送って、報告した。ストーンは、この報告に反応して、 南軍が実際にリーズバーグから去っていると考え、さらに調べてみることにした。午後5時に、エドワードは立から直接川を渡る部隊を自ら指揮する一方で、チャールズ・ディブンス大佐と、その第15マサチューセッツ不評連隊の半分には、その夜に直接、ウォールズブラフに渡るよう命令した。ストーンの指示内容は、夜の闇に紛れて、敵の宿営地まで、密かに行軍して、 夜明けと共に攻撃して破壊し、島まで速やかに戻ることとされていた。ディブンスは、ストーンの命令を実行し3隻の住人乗りという小さな船で困難な渡可を行い、これには4時間を要した。ストーンはまた、ディブンスに攻撃後の処置について、すなわちリーズバーグを守るか、ハリソン島に戻るかを、その裁量に任せてもいた。 ストーンは第15マサチューセッツ不評連帯の残りと第20マサチューセッツ不評連帯にもこの動きに加わるよう命じ、全体式は大差でアメリカ合衆国上院議員のエドワード・ディ・ベイカーが取るよう命じた。ディブンスは宿泳地がないことがわかり、停止してストーンの指示を仰いだが、ストーンはリーズバーグに近づけと返事した。ディブンスがリーズバーグに接近すると、 実際の南軍宿営地を発見した。リブンスはそこで泊まり、援軍を待つことにしたが、ベーカー隊が到着する前の午前7時に小競り合いが始まった。南軍のネイサン・ジー、シャンクス、エヴ所属するうちの三個連隊は、エドワード・アタシバからリーズバーグに向かう道路を遮断して、ストーン隊に対処するように命じ、一方、残り部隊は、ウォールズブラフで、 ベーカー隊と戦って破った。ベーカーは情報を送らなかったので、ストーンは戦闘が起こっていることを知らずに、その行く先が南軍に遮断されていることがわかると、エドワード渡し場に戻った。続いて、ハリソン島にいて、ボールズブラフでの敗戦を知り、すぐにマクレランに当てて、マッコール軍からの援軍を求めたが、近くにいると思っていたその部隊は、 実際には20マイル以上も離れたところにいた。ストーンは、ボールズブラフで、約1000名の戦士、負傷、捕虜及び歴史者を出し、一方南軍は160名トらずを、失っただけだった。北軍の損失の中には、現職の上院議員ベーカーも含まれていた。ベーカーは、4発の銃弾を受けて地に倒れる前に死ぬ、という戦士だった。 ベーカーの戦士とボールズブラフの戦闘は、ストーンのその後に重大な影響を及ぼし、また南北戦争の遂行方法にも影響を与えることになった。マクレランは10月24日の戦闘に関する公式報告書で、この災難は直接指揮を取ったものがおかしストーンは大衆の批判の矛先に立たされた。ベーカーの議会による追悼と敗戦に対する怒りの後で、 アメリカ合衆国議会両院合同戦争遂行委員会が設立された。この7人の委員会は、ボールズブラフ事件の最初の証人としてストーンを召喚し、ストーンとその他38名の証言は秘密にされた。10月末前にボールズブラフの戦いに関するストーンの公式報告書がニューヨークトリビューンがに漏れ、その中でストーンはベーカーの勇敢さを称賛していたが、 野戦指揮官としてはその資料の足りむさを明らかにしていた。議会におけるベーカーの仲間たち、中でもアンドリュー知事とサムナー上院議員は明けすけにこの報告書を非難し、ベーカーではなくストーンに非難の矛先を向け始めた。ストーンの合衆国に対する忠誠心や奴隷制に対する立場が軍隊における能力や決断力よりも大きく問題にされた。 委員会の審問はストームを南軍との不適切頻繁な対話、ベーカーを援護しなかったこと、兵士を使ってメリーランド州奴隷所有者の資産を保護したこと、及び逃亡奴隷をその所有者に戻したことについて告発した。最後の2つはメリーランド州法にも連邦法でも合法だった。 ストーンが自身を弁護するためにもう一つ問題だったことはマクレランからその作戦、軍隊を動かす命令、あるいは軍隊の配置に関する命令について証言することを禁じられたことだった。このことでストーンは委員会にその行動を説明できなくなったが、マクレランを捜査の対象から外してもいた。もし彼が裏切り者ならば私も裏切り者である。我々はすべて裏切り者だ。 ウィンフィールド、スコットのストーンの逮捕に対する反応ストーンは、不忠正と反逆の権威で1862年2月8日、夜半直前に逮捕された。これは1月28日付陸軍長官、エドウィン・スタントンからの命令で行動した、マクレラン少将の命令に基づくものだった。ワシントンの自宅近くでストーンを待ち構えていたのは、ジョージ・サイクス巡将の指揮する18名の兵士だった。 ストーンが近づいていくと、サイクスは、私はかって経験したことのない最も不名誉な任務についている。あなたを逮捕することだと言った。ストーンが怒って理由を尋ねると、サイクスは、わからない。軍隊総司令官、ジョージ・マクレラン少将の命令だ。あなたはラファイエット砦に送られることは言っても、いいだろうと言った。ストーンはショックを受けて、そこは、脱退主義者を送るところだ。 私は、いかなる任務においても政府に、忠実な軍人だと言った。ストーンは、護衛をつけられて、列車でラファイエット砦の軍事刑務所に送られるよう、命令された。フィラデルフィアの操車場に到着すると、切ップを買う時の混乱から自分で購入することになった。刑務所に着くと、すぐに独房に収容されたが、なんとか弁護士を雇って、公式の告発が行われるのを待つことにした。 軍法によれば、告発は、逮捕から8日以内に行われる必要があったが、ストーンの事件では、告発が実行されることはなかった。ストーンはマクレランに、軍の総務局及び、スタントン自身に質問状を送り、スタントンは、告発は公開される前の審査、裁判の行われていない一人の指揮官を、刑務所に拘留することは、戦場から数人の善良な指揮官を引き抜いて、 その一人の審判を行うことよりも国の非常時にあっては有害ではない。エイブラハム・リンカーンアメリカ陸軍規則に反して、ストーンに対する告発は行われず、法廷に立つこともなかった。ラファイエット取りの独房にいる間に運動ができなかったので健康が衰え始めた。ストーンの医者がスタントンに激しく抗議したので、 スタントンはストーンをハミルトン砦の軍事刑務所に移すよう命令した。そこでストーンは運動を許され、健康状態は改善した。ラファイエット砦には50日間滞在し、ハミルトン砦ではさらに139日間を過ごすことになった。最終的に1862年8月16日、説明や謝罪もなしに釈放された。釈放の理由は、 カリフォルニア州選出上院議員ジェームズ・ウェイ・マクドーガルが提案した新しい法律だった。マクドーガルは他の法案に小さな付け足しを行って、公式の告発は逮捕から8日以内に行われるという軍法の規則を再提示したが、さらに収監された士官は30日以内に裁判にかけられなければならないと追加されることになった。 マクドーガールはこの方がその時点で逮捕されている者たちにも適用されると明確にし、これがストーンの場合にも当てはまった。この法案はアメリカ合衆国議会を通過し7月17日にリンカーン大統領が署名して法律となった。スタントンはストーンを釈放するまでに、それから30日間待った。ストーンは釈放後ワシントンの自宅に戻って命令を待ちながら、 その汚命をすすごうと試み続けた。逮捕や習慣という事実にもかかわらず、ストーンの任務はまだ続いていた。1862年9月、メリーランド方面作戦が行われていた頃、マクレランが陸軍省にストーンをまた任させるよう求めたがスタントンが断った。1863年早々に、ジョセフ・フッカー少将がポトマック軍指揮官に就任すると、フッカーはストーンに、 参謀長就任を求めたが、スタントーンは、この要請も拒否した。2月27日、ストーンはやっと逮捕された証言について聴問されることを許され、マクレイランがもはや上官ではなかったので、自由に告発に答えることができた。ストーンはこのことで、委員会も満足させ、委員会は、その後間もなくストーンの容疑を晴らす改定された調査結果を発行した。 この事実が知られると、ニューヨークタイムズ紙は次のような論説を載せた。ストーン将軍は最も目に余る悪事に、すなわち戦争の歴史の中で、国の側におそらく最悪の汚点をつけた悪事に耐えて、来た。ストーンは5月まで任務がなかった後に、メキシコアン方面軍任務を命じられ、ポートハドソンの包囲戦では幸福官国員となり、レッド側方面作戦では、 ナサニエル・バンクス少将の参謀長を務めた。しかし、1864年4月4日、スタントンがストーンに巡将としての志願兵任務の解除を命じ、正規軍の中の大佐の位に戻した。ピーターズバーグ包囲戦では短期間ボトマック軍の旅団長を務めたが、最後は戦争が終わる前の1864年9月13日に陸軍から除隊した。 1865年に南北戦争が終わると、ストーンはバージニア州のドーバー鉱山会社で技師として、後には最高責任者として1869年まで勤めた。翌年、アメリカ陸軍総司令官になっていたウィリアム・シャーマンが、ストーンをエジプト軍での任務に推薦した。 ストーンは1870年から1883年までエジプト総督のイスマー・イール・パシャのために参謀長と将軍武官として仕えた。そこにいる間に中将の位に昇進し、フェリク・パシャの称号を与えられた。エジプト軍におけるストーンの経歴は次のように記述されている。ストーンは総督のためによく使え、一般幕僚を務め、エジプトの領土を拡大し、 また、エジプト軍人やその指定を教育する学校を設立した。彼はイスマー・イール総督に仕えること13年間だった。イギリス軍がアレクサンドリアを爆撃し、アラービーがエジプト軍の反乱を率いた時、ストーンはその妻や娘たちがカイロに囚われていた時でもタウフィークと共にアレクサンドリアに泊まった。ストーンは後にアメリカ合衆国に戻り、 1883年にフロリダシップキャナル会社のために技師として働いた。また自由の女神像台座とコンクリート基礎の建設時には技師長を務めた。ストーンはその除幕式後に倒れ、ニューヨーク市で死んだ。ストーンはウェストポイントのウェストポイント墓地に埋葬されている。ストーンの妻マリアは、ストーンがハミルトントリから釈放された後間もなく、ワシントン DC で死んだ。 ストーンは1863年にニューオーリンズでの勤務中に遠い親戚であるジーン・ストーンと恋に落ちて結婚した。夫妻には二人の娘と一人の息子が生まれた。息子のジョン・ストーン・ストーンは後に無線電信の分野で開拓者になった。ストーンはまた、米国戦争に従軍した士官たちの社交組織である1847年のアズテッククラブでは、 当初の共同設立者の一人だった。軍事歴史家イズラジイはストーンの逮捕と習慣は、アメリカ軍及び民間法学の長い歴史にも類を見ないものである。彼は、両院合同戦争遂行委員会の仲間の一人の死に対する報復として、見せしめにされたのであり、これが死闘奴隷制を終わらせるための戦争。 またが衆国を守るための戦争であることを知らしめるための犠牲となった。ありがとうございます。